ビタリ・タイベルトはドイツのプロボクサー。カザフ出身。元 WBC 世界スーパーフェザー級王者。技巧派で正確なパンチでポイントを取る手法を取るタイプの選手。カザフに生まれ、1992年にドイツ・シュトゥットガルトに移住した。2004年、ドイツ代表としてアテネオリンピックフェザー級に出場し、銅メダルを獲得した。 2005年12月3日、ドイツでプロデビューし、初回小勝ちを収めた。2008年12月5日、エブ・オシュースーパー・フェザー級王者、セルゲイ・グラケビッチに挑戦し、0から3の判定負けで、プロキャリア18戦目での初黒星となった。2009年11月21日、WBC 世界スーパー・フェザー級暫定王者、ウンベルト・グティエレスに挑戦し、3から0の 判定勝ちで暫定王座を獲得した。2010年3月、正規王者であった、ウンベルト外のライト級転校により、正規王者に認定された。2010年5月22日、王座防衛戦で、ヘクトール・ベラスケスと対戦。初回に、偶然のバッティングで、タイベルトが左目上をカットし、9回終了時負傷判定勝ちを、収め王座初防衛に成功した。 2010年11月26日、日本の日本外資ホールにて、元 WBC 世界フェザー級王者王流館を迎えて2度目の防衛戦を行い、3回に青のカウンターを受けて、プロアマ通じて初のダウンを起死した末に12回判定負けし、王座から陥落した。その後休養等を挟み、2011年9月24日、1年ぶりの 復帰戦を6回戦で行い、ハンブルクのディマスポーツセンターにて、アンドレーコースティンと再帰戦を行った。試合は終始、タイベルトが優位に進め、正確なパンチでポイントを取り、ジャッジ3人揃って、フルマークをつける圧勝で再帰に成功した。2012年1月28日、ハンブルクにて、ベネズエラのホセルイス・グラテロルとスーパーフェザー級契約8回戦で、対戦し、 最大6点をつけて3から0の判定で圧勝。世界王者奪還への準備が万端であることをアピールした。ライト級に転向。2012年10月12日、ミッチェル・ドゥフェックとライト級でのテスト戦を行い、判定勝ちを収め再起3連勝を果たした。ありがとうございます。